皆さんこんにちは、どうもアキホースです。今日は僕がアメリカに留学行った時の少し話をしたいなと思います。でこれから留学したい人や留学を考えている保護者、そして留学行きたいって言っている本人の人たちに向けて、少しでもアメリカの学校生活のことを理解していただけたらなと思い作ろうと思いました。まず今日のトピックは7個です。それでまず1つ目が、まずトピックから先言います。1つ目がジムを制する者は学校を制する。2つ目ルームメイトについて。3つ目単位の取り方。4つ目友達の作り方。5つ目アメリカ4大スポーツを抑えろ。6つ目ディベートクラスでマウントを取れ。7つ目スクールカーストが全て。これについて少し話していきたいと思います。1つ目、ジムを制する者は学校生活を制する。でこれはアメリカのジムとかって結構大きくて、学校の中にジムがあるんですけど、まあやっぱりそこで朝早く4時5時ぐらいに行くと、結構教授の人たちも授業前にトレーニングとかしているの で結構そこで仲良くなると後々自分のために役立ちます。それとあともう一つ、結構アメリカの場合は日本と違い、トレーニングのジムが日本の多分コンビニぐらい多いんで、健康に対しての意識が結構みんな高いんですね。やっぱりそこで一つトレーニングをすることにあたって大事なのが、特に男性、デッドリフト、スクワット、ベンチ、もしアスリートならパワークリーンを重い重量でできると結構な確率ですぐ友達作れます。なぜならこうみんな結構重たい重さでやると、うわお前すごいな何キロみたいな。でここで僕考えたんですけど、最低の重量スクワット180、デッドリフト180、ベンチ140で、なぜならだいたいプレートって5キロ10キロ15キロ20キロプレートで区切られてるじゃないですか。でその時にやっぱり180キロってなると、片方に20キロプレートが4枚、だいたいみんなこの4プレートとかいう数え方するんで、でやっぱりその方がメリハリがつくというか、みんな分かりやすいなと思い、で俗に言う日本でいう効かせるトレーニングとかの細マッチョフィジークっていう人たちよりはゴリゴリ重い重さを求めていた方が友達作れます。女性にも男性にも異性にも好かれる、その友達になりやすかったり、やっぱアメリカは日本と違ってやっぱり細マッチョとか爽やかイケメンっていうのも大事だと思うんですけど、ザ・メンみたいな、ザ・男みたいな人たちの方がモテるかなと思います。2つ目、ルームメイトについて。僕は大学の寮に住んでたんですけど、僕のルームメイトは自分の真逆の生活で、その人は結構体も大きくてオペラ歌手目指してたのかな。で僕がその時柔道の試合があるって言って減量するって言った時に、まさかその人は帰ってきて夜11時ぐらいからご飯を作り始め、大きなゲップをし、夜中の2時まで歌の練習をするっていうことがあったので、で特にアメリカの場合は自由の国なので、やっぱり自分が嫌だと思ったことは我慢せずにしっかりと相手に伝えた方がいいです。で僕は結構会ってちょっと減量あるし、その夜遅くに歌歌ったりとか、夜遅くに料理作るのはちょっと非常識じゃないのかということを話したりしたんで、それでもなんかやっぱり4回ぐらい言わないと聞いてくれないので、だ5回目はもうドアめっちゃこう叩いて、壁1枚しかなかったんで、ここでドアゴン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 して、おいっつって、うるせえよっていうことも言いました、ちゃんと。それでめっちゃ、それでもやめない場合は普通に扉の前でノックして、ちょっと話があるんだけどって言って、しつこくやめてくれよと。朝早くならいいけど、さすがに夜2時とか3時とかに 大きな声で歌ったりとかテレビとか料理されるとなんか普通に迷惑なので、そこはちゃんと言うようにしました。それからその人も多分考えて、僕が壁コンって叩くと一発やめるっていうことになりました。3つ目、単位の取り方は、これは僕も基本あんまり流暢な英語は喋れないので、単位をどうやって取るか。でも僕GPA がマックス4なんですけど、僕平均成績 3.5 っていう、
学校から奨学金もいただいてます。でその単位の取り方っていうのはまず絶対にやってほしいのが、あの留学生だから私英語喋れないからとか、僕英語喋れないからとかじゃなくて、率先してあの授業の一番前の席に絶対座ってください。でそうすることによって先生になんか存在をアピールできる。でそれさっきも言ったんですけど、やっぱジムで先生とかに会うんで、その時に、ね、先生にあのトレーニングちょっと教えるから、あの僕のテスト範囲も教えてくれとか、そういうこと言ったりすると結構いいかなと。僕は結構しつこく授業終わりも先生どこが分かりませんとかいうのを結構聞いたりして、聞いてて、いろいろみんな親切に教えてくれたので、それが結構みんなやっぱしつこく攻撃して一番前の席に座るっていうのが結構大事だと思います。結構勇気いることなんですけど、やっぱ何しに留学行くのかって言ったらやっぱ勉強しに行くので、まあ、その辺は一番前に座った方がメリットがたくさんあるなと思います。一番前に座ってる女子とかは結構みんな勉強やる気あるんで、その人たちに助けてもらうとテストとかすごい余裕で満点取れます。で4つ目が友達の作り方なんですけど、だいたい友達の作り方か、友達の作り方は結局なんか留学生で一番やっちゃいけないのが、そのフードかぶってイヤホンつけてあのキャンパス内を歩くっていうのはあんまり良くないと思います。だから向こうのアメリカはみんな結構あのくだらないこととか私生活について結構話すのが好きな人が比較的多いので、あのやっぱりイヤホンとかつけてるとあの話しかけづらい相手が、なのでやっぱりそこであのイヤホンをつけずにあの誰にでも挨拶した方がいいと思います。ハローとかこんにちはおはようとか、あの自分から挨拶した方がいいと思います。でこれが次のポイントにもなるんですけど、この5つ目がアメリカ4大スポーツを抑えろ。アメリカにはNFL、NBA、MLB、アイスホッケー。だから、アメフト、バスケ、野球、アイスホッケーがあるんですけど、その、僕はちょっとアイスホッケーはわからないんですけど、その3つ、できれば3つ押さえてくれたら、だいたいクラスの話題についてきます。で、僕はあの、カンザス州の大学にいたので、だからこう見てると、今日来てきたんです、ちゃんと。あの、パトリック・マホームズ。カンザスシティチーフス、僕がいた時はちなみにスーパーボウル優勝しました。決勝で、サンフランシスコを破って、そういうこともあって、地元のスポーツをすごい応援した方がいいと思います。例えばカンザス州だったらあのチーフスあって、あの野球だとロイヤルズ、ロイヤルズもね昔一回優勝したんです。ロイヤルズあって、でなんかサッカーもあるんですよ。サッカーはちょっと分かんないけど、で野球あって、バスケはカンザス州はないので、あのちょっと下に行ったオクラホマシティサンダーとかみんな結構美味しいだから、そういうことを追っかけると、あの次の日学校行った時にあの友達にね、昨日のプレー、例えばパトリック・マホームズのプレーすごかったよねとか、例えばバスケ選手の昨日サンダー勝ったよねとか、あの野球でも誰々勝ったよねとか言うと、結構それであの会話のきっかけが多くなると思います。それが結構大事だと思う。アメリカ4大スポーツを抑える。6個目がディベートクラスでマウントを取れって言うんですけど、これアメリカの授業って日本と違って、あの、討論、なんか言い争うみたいな、こっちの理論があって、こっちの理論があるみたいな、まぁ、ちょっとしたファイトって、ファイトって言い過ぎだな。言い争いのクラスがあるんですけど、で、僕がいた時に、僕のクラス一回討論になったトピックは、トワイライトって映画があるんですけど、あの、狼人間とヴァンパイア、吸血鬼の。で、二つキャラ、男の子のキャラがいるんですね。一つ目が、あの、ヴァンパイアの方で、二つ目の方が、狼人間。で、なんか、どっちが好きみたいなことを討論し合うみたいな。で、僕は、あの、全然狼人間の方を選んだ。なぜかっていうと、こう、マッチョ。理由言わなきゃいけなくて、みんなこう言い合うんですけど、僕は言ったのは、狼人間ってなんか、基本服着なくても、なんか、体温で生きていけるらしいんで、旅行とか行くとき、全然トラベル、ケースとか全然いらないでしょ。もう服、冬とか行くときも楽だし。で、僕、柔道部だったときに朝のランニングトレーニング大嫌いだったんで、狼人間で狼になりたいときになったら、ランドレとかすごい悪いでしょっていう話もしたし。で、あとだからその自然で腹減ったときに狼になれれば何でも飯食えるじゃんっていう。で、ヴァンパイアのデメリットも話さなきゃいけないです。だからヴァンパイアのデメリットは、肌がめっちゃ白いからすぐ多分先生に体調大丈夫とか聞かれる。で、人間の血を見ると、なんか発狂するみたいな、なんかその人間の血が飲みたくなっちゃうみたいな。でもヴァンパイアになったら結局人間との共存難しいじゃないですかっていう話で、まあ、それでいろいろ問題になりました。学校ですげえトワイライトについて話すみたいなのがあって、チア部の女の子に
お前どうせヴァンパイアサイドじゃないじゃんみたいに言われたり結構言われました。で最後7個目がスクールカーストが全て。スクールカーストっていうのがあるんですけど、アメリカの場合は男の子で言うと1位が一番強い部活がアメリカンフットボールで、2番目ぐらいに多分バスケで、3番目ぐらい野球とか、そうやっぱりスポーツしてる人たちは強いっていうか権限握ってるっす。これは間違いないです。で女の子で言うと一番強いのがやっぱチア部で、やっぱチア部とアメフト部っていうのがこのキャプテン翼で言うと翼と美咲くんみたいなゴールデンコンビなんで、だから僕は結構ジムとかでそのアメリカフットボールの友達とか結構仲良くしてて一緒にトレーニングしたりとかしたんで、結構そのスクールカーストの上の人たちと仲良くするとより良い学校生活が送られると思います。で留学生だとやっぱ部活に入るのとかしなかったり勉強忙しいと思うんですけど、まあ、自分は柔道の試合とかもあって、まあ、一応アスリート枠でやって入れてもらったりしてたので、であともし可愛い彼女がゲットしたいとか、結構ネットフリックスで絵に描いたようなアメリカ人の美女と付き合いたいっていう場合はチア部の女の子と仲良くすると、だいたいこうチア部と仲いい人たちは、あるいは友を呼ぶじゃないですけど、やっぱ可愛い子には可愛い子がやってくるというか、まあ、やっぱり陽キャは陽キャで固まるっていうと思うので、だもしアメリカに留学に行って彼女欲しいなと思ったらチア部の女の子と仲良くするといいです。だいたいチア部の女の子も健康意識が高いので、でっかいなんか水のボトル持ちながら朝6時ぐらいにはジムにいるんで、やっぱ朝早くジムに行くことをおすすめします。で今日は一応これで少し分かりにくいかもしれませんけど、自分が経験したより良いアメリカの学校生活を送るために何をすればいいかっていうのを7個に絞って話してみました。ありがとうございました。